役の田中を、北朝鮮新章に本音暴露。田中碧が、もっとやらなきゃいけないところと指摘したのは、この一戦で攻守に躍動したボランチの田中碧は、後半、まだまだ繋げる部分があったとすごく感じる。蹴らなくていいのに蹴ったりだとか、少し距離が遠くなって繋げなくなったりとか、課題を指摘する個人的な技術ミスや判断ミスなら、個人が反省するものなので、全然いいと思うんですけど、蹴ってしまう部分は、一歩二歩動いたり、声を出してパスコースを見つけてもらうことで、まだまだ改善できるのかなと思うんで、そこはもっと、やらなきゃいけないところかなと。森田や遠藤が、ボールをもらいたがってるのにそこにつけないからリズムが生まれない。何が正解かの前段階として、選択肢を並べる作業があるのを意識しないといけないと思う。現状の日本代表は何がしたいかが見えなくて、それゆえにリスクをどう取るかが曖昧な状態になっていると思う。まずは勝利おめでとうございます。お疲れ様でした。アジアでの戦いが難しいのは、どのチームも日本を研究して、対策を立ててくるからだと思う。臨機応変には期待しませんが、いくつかの戦術は必要です。後ろでボール回して、左へ出すことが非常に多かった。右が空いているのに、アジアカップでロングボールの対応に弱点があることが周知されてしまったので、対戦相手は多用してくるだろうね。北朝鮮も年々レベルアップしてますし、よく走りますね。日本は受け身な姿勢は苦手なのかもしれませんね。次の試合どうなるかわからないけど、ボコボコにするつもりで攻めてほしいです。前向きに考えたら、最後、後ろの枚数増やして守り切ったのは進歩。勝てば官軍。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いので、ぜひご視聴ください。